はい、どうも皆さん、こんにちは、うずいこです。それでは今回なんですけども、三井住友カードより V ポイントアプリ誕生お得な特典満載ということで、今回は前回の三井住友カードの動画に関連した動画となります。この動画では先日新しく誕生した三井住友カードからリリースされた V ポイントアプリについての解説と、さらにそれに関連するお得なキャンペーンについてサクッとお伝えしていこうと思います。それでは いってみましょうということで今回紹介させていただくのはこちらですね、ちょっと画面がそれぞれ出てるんですけども、三井住友カードから誕生した、こちら V ポイントアプリというものがですね、誕生しました。まあ、アプリの画面は左のような画面で、ロゴとそして V ポイントのキャラクターも出てるという感じですね。ちょっと謎な感じのキャラクターです。で、そもそもこの V ポイントアプリってなんぞやってなると思うんですけども、まあ、簡単に解説をすると、まず Visa のバーチャルプリペイドカードということになります。なので物理的なカードではなくてスマートフォンなどで管理ができる タイプのカードとなりますで、V ポイントであったりとかクレジットカードそして銀行口座からチャージが可能となってますで、決済方法としまして Apple Pay であったりとか Google Pay で決済ができるというのが V ポイントアプリということになりますちなみにビザに対応しているネットショッピングでも可能ということですねで、このカードもですねちょっとした詳細に入っていこうと思うんですがまずチャージ方法ちょっと先ほどもお伝えしたように V ポイントそして V ポイントギフトであったりとかクレジットカードこれは SMBC のデビットカードも含みますで、あとですね銀行 コーペで書いてあったんですけども連携できる銀行は三井住友銀行のみみたいです今のところはで還元率なんですけどもこれちょっとそれぞれ分かれておりましてまずはこの青文字のところ V ポイント付与対象のクレジットカードで V ポイント残高へのチャージをすることで0.25%分の V ポイントが付与されます。そうなんですよ。チャージをした時になんと0.25%分の V ポイントが付与されるんですよね。まあおそらくこの V ポイント付与対象のクレジットカードっていうのはまあ普通の三井住友カードのプロパーカードとかまあそういった関連のカードかなと思います。で次にショッピング利用する場合ですね。いわゆる先ほどお伝えした Apple Pay であったりとか Google Pay とかまあそういったところで決済した場合の還元率 率っていうのが0.25%のキャッシュバックがされるのでまあ実質このチャージとショッピングを行うことで0.5%分の還元を受けれるということになるのかなと思いますもし認識間違ってたらご指摘くださいそして残高上限として30万円まであとタッチ決済も入ってるということなんですけどもまあ、先ほどお伝えした Apple Pay の場合は担当決済でおなじみの ID 決済そして Google Pay の場合は VISA のタッチ決済ということになりますねで早速ですね僕もこちらの V ポイントアプリを自分のスマートフォンに入れてみたいと思うんですけども まずはこの公式ページに僕の場合は入りまして、画面を下に下がると、ここにアップストアからダウンロードというところはあるんで、ここをタップしました。そしたら直接ですね、V ポイントアプリのインストール画面に入りましたんで、入手をタップしてインストールを行います。で、インストールが完了して、そのまま立ち上げると、まあ、新規登録の画面が出てきますんで、ここで新規登録というところをタップします。まあ、諸々の個人情報とか入力してって画面を進むと、これがアプリのトップ画面ということになります。でですね、設定すると使います。Apple Pay ID Touch で支払うというところがあったので、まあ、早速設定 設定してみたいと思うんで、ここをタップしました。でも、ろもろの入力が終わって で、今、自分の Apple Pay の一覧の中に、こちらの V ポイントのカードが入ったということになります。しっかりと ID のマークも入ってますね。でですね、早速ちょっとチャージを行ってみたいなと思いまして、右上の3本線のところからタップして、そしたらメニュー画面が開きます。で、ここのチャージ方法というところがあったので、ここをタップしまして、で、チャージ方法の設定、設定されていませんと出てるので、ここのチャージ方法を設定するっていうところをタップしようとしたら、なぜかこうグレーアウトしてて、うん設定できないぞってなって、なんか間違えたかなってずっと思ってたんですよ。 で、その時にですね、まあ、とりあえず困ったら FAQ を見てみようということで、この V ポイントアプリの FAQ の一覧がありまして、ここにですね、スマートフォンアプリ V ポイントの残高へのチャージはいつからできるようになりますかっていうのはちょうど直撃するような質問があったので、これをタップしたら、ご覧のような一覧が出てきました。スマートフォンアプリ V ポイントの登録状況により、ご利用いただけるチャージ方法が異なりますということで、まずここですね、新規登録直後、まあ、いわゆる僕の場合ですね、ご利用可能なチャージ方法として、V ポイントギフ で、あればチャージがででできるみたいですでそこから新規登録してからの2、3日後に V ポイントギフトを含めて次に V ポイントの移行ができるようになるんですよね、ここで。で、さらに、まあ、本人確認というのは完了した後に V ポイントギフト、V ポイント移行にそこにクレジットカードプラスアルファで銀行口座も加わるということになるんで、まあ、僕の場合はこちらの新規登録直後に該当するので、現時点では V ポイントギフトでしかチャージができないということになります。まあ、ちょっとね、銀行口座とすぐに連携ができないのはちょっと不便に に感じますよね ま、なんでこうなってるのか正直謎なとこではあるんですけども、まあ、セキュリティ的なものもあるのかなというふうに思うんですが、どうなんですかね。けどま、あそれが分かったのでちょっとホッとしましたね。待、ま、ち、あ、たいと思います。で、ここからなんですけども、今回は V ポイントアプリが誕生したことによって、この V ポイントに関連するキャンペーンが大きく3つ発表されました。まず1つ目は、アプリダウンロードチャージで最大2000ポイント還元ということで、まあ、公式ページを見ながらですね、見ていこうと思うんですけども、こちらスマートフォンアプリ V ポイントリリース記念、最大2000ポイントプレゼント キャンペーンということでこちらのキャンペーンは2021年の2月1日月曜日から3月31日水曜日までのまあ、結構長めのキャンペーンとなっておりますでこのキャンペーンの条件なんですけどもまずは対象の商品としてスマートフォンアプリの V ポイントが必要となりますこれは先ほどお伝えした方法でインストールを行ってくださいで次に対象の条件なんですけども本キャンペーン期間中にスマートフォンアプリ V ポイントをまずダウンロードして 残高にチャージをしていただいた方に V ポイント最大20%還元。還元額の上限は2000ポイント相当まで。1万円までに対して20%還元ということですので。なので、とりあえず1万円チャージすればもうこの2000ポイントに到達するということになるんで、条件としたらかなり緩くて簡単かなと思います。得点が付与される日程なんですけども、まあ、第1回と第2回が分かれてるみたいで、この第1回の2月1日から2月28日の間に行ったら3月の下旬に入ると。で、第2回に参加された方に関しては、 4月下旬に付与されるっていう感じなんで、まあ今ね、この動画を見てるタイミングでインストールされてる方は、もし今月行ったら3月に入るという認識で全然 OK かなと思います。 ま、注意点に関してはご自身に呼んでいただきたいと思うんですけども、まあ、ちょっと2つだけ見ていただきたいところがありまして、本キャンペーンはスマートフォンアプリ、V ポイントアプリでチャージご入金が必要ですと。そしてチャージいただく場合には、クレジットカードまたは銀行口座、三井住友銀行でのチャージが条件となりますということになるので、まあ、先ほどもお伝えしたように V ポイントでの銀行口座のチャージは三井住友銀行しか対応してないみたいなので、ここは気をつけてください。で、あともう一つここなんですけども、 VJA グループ SMBC ファイナンスサービス発行以外のビザカード、マスターカードでのお支払いについては、チャージ手数料204円税込みが発生しますということになりますんで、簡単に言うと、いわゆるその三井住友カードとか、まあそれに関連するカードからであれば、チャージ手数料かからないんですけども、それ以外に関してはかかりますよっていう感じですかね。なので、チャージしようかなと思ってるクレジットカードが、これに該当してるかしてないかっていうのを事前に調べておくことが一番いいかなと思います。まあ一番いいのはね、三井住友カードとか、もしくはビザライン キンペークレジットカードもオッケーかな？とは思うんですけどね。ちょっとここはご自身でチェックしてみてください。で続きまして2つ目のキャンペーンなんですけども、v ポイントアプリへのチャージで20%増量ということで、まあ、これはキャンペーン。結構また熱いんですよ。 で、こちらのキャンペーンをですね、公式ページ見ながらお伝えしていこうと思うんですが、スマートフォンアプリリリース、V ポイントアプリのチャージをすることで20、20%増量キャンペーンということですね。で、内容としたらご覧の通りです。期間中に、スマートフォンアプリ、V ポイント、またはインターネットサービス、V パスから、V ポイントアプリ、括弧プリペイドにチャージをお申し込みされると、お申し込みポイント数に20%増量して、アプリ、プリペイドにチャージしますということですね。で、キャンペーンの期間なんですけども、2月1日から3月の31日まで。で、対象となるのは、 スマートフォンアプリ V ポイントをまずダウンロードして、で、アプリ内で V ポイントを移行、かっこ残高にチャージ、またはインターネットサービス V パスから V ポイントアプリへチャージをお申し込みされた方が対象ということになります。で、特典内容結構この図が結構わかりやすいですね。期間中にお申し込みされたポイント数に対して20%増量してアプリにチャージしますということで、まあ、ここにもね、実際にどんな風になるのかっていうのは図が結構わかりやすく出ております。で、結構これもすごくてですね、反映時期なんですよ。増量分と合算した金額をなんと即時でチャージしますということ なんですよねまあ僕自身も結構今これやってみたいんですけどもまあ残念ながらね今チャージができない状態なのでちょっとこれは今現在はちょっとできないんですけども数日待たないとですけどももしこれを行う場合は即時でチャージされるんでここは熱いかなという風うに思いますね ま、あ今お伝えした、この20%増量キャンペーンなんですけども、例えばですね、こういった方法でも結構ありなのかなと思いまして、ま、あいわゆるそのポイントサイトを使うんですけども、僕が動画内で紹介したことがある、このモッピーであったりとか、チョビリッチっていうポイントサイトですね。ま、あ聞かれたことあるポイントサイトばかりだと思うんですけども、それを G ポイントに交換します。ま、あ G ポイントっていうのは、いわゆるそのポイントサイトみたいなものなんですよ。ま、あこちらがね、G ポイントのサイトとなっております。ま、あこのね、モッピーからチョビリッチ、そして G ポイントに移行するっていうのが、ま、あポイントサイトからポイントサイト なのでちょっと面白いような感じになるんですけどもしかもそれが即時交換されるんですよねで即時交換された G ポイントを今お伝えした V ポイントに交換しますでしかもこの G ポイントから V ポイントに交換するのを即時反映されるんでここがまた熱いんですよね で、今回お伝えした、まあ、残高にチャージを行うことによって20、20%が増量されるということになります。なので、普段からね、まあ、モッピーであったりとか、チョベリッチとか、そういったポイントサイトでポイント貯めてる方は、今回のタイミングで、この増量キャンペーンに挑んでみるのもありなのかなというふうに思います。まあ、他にも貯めてるポイントサイトから、こういった感じに移行してますよっていうことがあれば、ぜひコメントいただければと思います。で、最後、3つ目のキャンペーンですね、V ポイント祭り77、7777万円相当還元ということで、 それがこちらのキャンペーンなんですけども、対象カード限定使って当てよう。V ポイント祭り7777 77万円相当還元キャンペーンということで、こちらも2月1日よりスタートとしております。4月の30日までのキャンペーンとなっておりまして、キャンペーンの流れなんですけども、まずはこのキャンペーンエントリーが必須となってますんで、エントリーを行ってください。で、その後にエントリーした対象カードでお買い物をします。しかもですね、期間中のご利用金額の合計が5万円を一口として抽選するので、まあまあな金額を 使うっていう感じで、すねで一応、ビザのタッチ決済とか、アップルペイとか、グーグルペイでの決済も対象みたいです。で、そこで抽選が行われて、77,770名に、1000円分の V ポイントギフトをメールでプレゼントされるということになっております。しかも、対象カードがまあまあ多いです。まあ、三井住友カード、プラチナとか、プラチナプリファードとか、まあ、ブラーっとで、今回のね、ナンバーレスのカードであったりとか、他にもずらーっと出ておりますね。 ま、このキャンペーン自体は、ま、抽選になるので、無理に参加する必要はないかなと思うんですけども、もしですね、ま、メインカードとして三井住友カードを利用されている方は、ま、これも対象となるみたいなので、ま、このタイミングは結構ありなのかなというふうに思うんですけども、どんな利用が抽選の対象になりますかという q a がありまして、プリペイドカードや決済アプリ、電子マネーなどへのチャージ利用、ETC 各種高級料金や納税も対象となりますということですね。なので、このあたりで、まあまあな金額を利用する場合もあるかもしれないので、ま、このキャンペーンですね、当たったら一巻 なみたいな感じで参加してみるのもありなのかなと思います。で、先ほどお伝えしたビザのタッチ決済とか、三井住友カードの id 決済 Apple Pay Google Pay のご利用も対象ということですね。まあそんなこんなで今回は三井住友カードより新しくリリースされたアプリ v ポイントアプリについての解説、そしてお得なキャンペーン3つについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。まあね、ちょっと動画内で銀行口座の連携とかチャージがちょっとできなかったのが申し訳ないんですけども、もしですね。まだトライされてない方はですね。今のうちにインストールなど行ってまあ、23。3日ぐらい 待つ可能性あるるかかかもももししれなななないいいいいいんんでですすすけども結構お得なキャンンペーとと思思まま参加してみののうに思います一応ですね、今回のキャンペーンのリンクと、先ほどお伝えした G ポイントの登録ですね。こちらがまだの方いらっしゃいましたら概要欄にもこちらリンク貼っておきますんで、詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで、本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました